こんにちは、生活冒険家の赤井成明です。でね、もう今回もね、いろんな DIY やっていこうというところで、このお家の、この砂壁の上にね、漆喰を塗っていこうかなと思ってます。はい。で、ね、僕自身ね、漆喰やることは実は初めてで、DIY 自分で、やってみようということでね、僕自身がいろいろ挑戦しているという中での今回というふうになっております。はい。変な話、僕もね、他の YouTube の動画見て、やり方をちょっとね、勉強した上でやるっていう形なので、ハウツー動画っていうよりも、やってみた動画っていう感じでね、やろうと思います。はい。でまずね、こう部屋の中なんですけどね、こんなね、昭和建築で、どうしてもね、砂壁がポロポロ落ちてきて、なんか掃除がね、私めんどくさかったんですよ、引っ越してきた時に。なんでね、大家さんに聞いたら、上にね、漆喰自分で塗る分にはいいですよっていうふうに言ってくれたんで、やってみます。で今回ね、使うのはこちらのね、よいしょ、うまく塗れるっていうやつね、ネットで、大体この、18リットルだったかな。で、いくらだったかな、ちょっと正確な数字忘れちゃったんですけども、1万2、3000円だったかな。まあ、そんな感じで早速やっていこうと思います。その上にこのビニールのやつを貼っていくと。はい、こんな感じでマスキングができました。でね、今回ね、2度塗りしていこうと思ってて、そのね、1回目やっていこうかなと思います。はい。なんかね、なんだろう、バワロアみたいなんか絶妙なところだね。わかるようなあ、ん？今押せた感じするうん、押したと思ってた。ごめんね、今押せてる大丈夫だよ。中心の方がやりやすい。中心の内側につけて、こう内側に行くのが楽だな。うん、縁を塗ったんで、このね、面をね、塗っていきます。今回ね、仮縫いと、仮塗りと、本塗りと2度塗りしていこうと思ってます。僕もね、 YouTube で見てやったい。はい、一度塗りが終わったのでですね、ちょっとこちらね、二度塗りをして、いよいよね、仕上げという感じでやっていこうと思います。はい、ということで、こんな形で、塗り上がりました。ね、だいぶね、部屋の印象が変わったかなと思います。はい。でね、僕自身ね、初めての漆喰でね、やっぱね、最初ね、扱い方がなかなかこう分からないところがあったんですけども、ね、やっていくうちに分かっていくところがあったりして、やっぱりね、いくらね、こう YouTube とか自分でね、 YouTube で発信しときながらこんなこと言うのもあれなんですけどもね、 YouTube とかね、本とかで勉強するよりもやっぱし手を動かすってめちゃめちゃ大事だなと、改めて思う、そんな機会になりました。で、今回すごくね、ポイントだなと思ったのが、マスキングテープなんですけども、結構ね、ギリギリ、ほんと 1,2 ミリぐらいだけ開けて、結構ね、ギリギリに貼るのがいいなと思って、で、それも上でですね、もうそのマスキングの上に漆喰がもりっと乗るぐらい乗っけちゃうっていうのがね、結構ポイントだなと思いました。でね、もり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 って乗って、スーッと取るとですね、もうそこにピタッとね、綺麗に
漆喰が貼れてすごい、ね、美しく仕上がるなという感じでしたね。はいね、あの本当にね、あの簡単にホームセンターで漆喰など手に入ってね、こんな形で、部屋の印象を変えることができるので、まあ、皆さんもねぜひぜひ、これを見てやってみたらいいんじゃないかなと思いますし、やっぱしね自分でね、思い描いた感じに作っていくっていうのはすごくね、楽しいなというふうに、思うので、ぜひぜひ皆さんも DIY をやっていったらねいいんじゃないかなというふうに、思いました。はい、あちなみにね、うまく塗れる18リットルで大体ね6畳一間が、まあ、ギリギリ足りないぐらいの感じでしたね。はい、まあ、うまくやればね足りるのかな、ちょっとね、僕はやっぱし初めてだったのもあったのか、若干足りませんでした。はい、まあね、そんぐらいの感じでした。はい、ということでね、今回は、漆喰を塗ってみるという、動画でした。はい、まあ、他にもねいろいろね DIY やって、いこうと思ってますし、あとはですね、まあ、僕自身他にもね、モバイルハウスという動くお家のワークショップであったりとか、あとですね、動く村をみんなで作っちゃおうというね、モバイルビレッジぼちぼちという活動もやっていたりしますので、ぜひそちらもね気になった方は、調べてみたりとかね、ぼちぼちに関しては月に1回の見学会もやっておりますので、ぜひそちらにも、お越しいただければなというふうに思っております。あとはですね、今回の動画ね、あ、良かったよ、面白かったよ、応援するよという方はですね、グッドボタンとあとでチャンネル登録、いただけると嬉しいです。はい、そんな形で、今回は漆喰動画でした。ご視聴ありがとうございます。またまた。